2022年2月24日から始まったロシア軍によるウクライナ侵略は、早くも4ヶ月目を迎えようとしているね。両軍ともに兵員と装備の消耗戦の様相を呈しているんだよね。もうやめましょうよ、命がもったいない。確かにな。両国のメディアだけでなく第三国のメディアなどから様々な報道や憶測が飛び交い、中には戦意高揚のためのフェイクニュースもあり、その存在の実態はつかめていないぜ。現代の戦いにおいて情報は重要な要素だからね。さて今回は、そんなウクライナでウクライナ軍とロシア軍による、熾烈なドローン撃墜戦が展開されていることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍の人的損害情報では、侵略開始からの戦死者が3万人を超えて4万人に達したとの報道があれば、ウクライナ軍には1日に200人もの戦死者を出しているとの情報があるなど、どれが真実であるのかは、おそらくこの戦争が終わるまでわからないと思われるよ。また、兵器に関してもその損害状況は全くつかめず、ロシア国防省が発表したウクライナ空軍戦闘機の撃墜数や戦車を撃破した数などが、侵略前にウクライナ軍が保有していた戦闘機や戦車の数を大きく上回っているなど情報が錯綜しているんだよね。それらの戦火情報を流す際によく使われているのが偵察用ドローンからの映像ってわけだね。戦車にミサイルが命中する場面なんか、まるでゲームの映像のような感覚で見ることができるよね。この戦争は、かつてないほどドローンが脚光を浴びていて、これまでは単に相手の陣地などの様子を空から偵察するイメージでしかなかったドローンが、攻撃においても有効な手段であることが確認されているよ。侵略開始当初、ウクライナ軍の戦力を侮っていたロシア軍は、侵攻前にウクライナ軍のレーダー施設などに形ばかりのミサイル攻撃を実施してから、首都キーウ北方のベラルーシ国境に展開していた大軍をキーウに向けて進軍させたんだ。侵攻前に伝わっていた両国の戦力情報では明らかにウクライナが不利であったため、多くの軍事専門家やメディアは早ければ数日、遅くとも1週間以内にキーウは陥落する、と予測していたんだけど、それを覆したのはウクライナ軍が導入していた、トルコ製の攻撃用ドローンバイラクタル TB2 だったってわけ。車列をなしてキーウに向かうロシア軍の車両は、雪解け時期の泥道にはまるなどして、道路に一列になって長い車列を形成していたところを、ウクライナ軍がバイラクタル TB2 で攻撃を加えた数の戦車や装甲車両を破壊したんだ。この様子はバイラクタル TB2 自身や、それとは別に飛ばされていた偵察用ドローンで撮影され、ウクライナ軍がドローンを巧みに運用している様子が世界に発信され、世界各国の軍や軍事専門家に衝撃を与えたぜ。ウクライナ軍では侵略を受ける前に保有していたバイラクタル TB2 を主に攻撃に使い、その他の偵察監視任務には民生用ドローンを活用しており、その兵用が有効であることを世界に認識させたんだけど、戦争が長引くにつれて撃墜など、その数が不足しつつあり、アメリカやヨーロッパ各国から攻撃用ドローンや、偵察監視用ドローンが供与されていて、ポーランドからも WB エレクトロニクスが開発した、偵察監視型用ドローンフライアイと、攻撃用ドローンオーメイトがウクライナ軍に提供されているみたい。ドローン需要が一気に上昇した感じだね。前から重宝されて吐いたんだろうけど、今回の有事で国民にもその重要性が浸透したんじゃないかな。フライアイはベルギーのゴーフライ社が開発したドローンで、一つのモーターからダクトを通して下方向に風が送られ、それを4つの動力方向舵で制御して前後左右に飛行する珍しい方式が採用されているよ。操縦は誰でも簡単に習得できて、スマートフォンで操作が可能であるため、戦場ですぐに運用することができるのがメリットとされているんだ。スマホでも操作できるってすごくお手軽だね。攻撃用ドローンのオーメイトは、ポーランドの WB エレクトロニクスが開発した自爆型ドローンで、全長 1.1 メートル、翼長 1.6 メートル、飛翔体重量 5.7 キロ、最大速度時速150キロで、高度150から300メートルで飛翔して、時速80キロの巡航速度で70分の航続時間があるよ。炭素繊維カーボン複合材を多用しており軽量化が図られ、胴体上面の主翼は後円付け根にヒンジがあり、それを使って後方に折りたたむことが可能で V 字の尾翼も折りたたみ式となっていて、コンパクトに畳めて持ち運びやすくなっているんだ。発射は油圧カタパルトで射出され、エンジンが始動されると同時に、主翼と V 字尾翼が自動展開されて飛行するため、発射時に手間がかからず短時間で発射が可能とされているね。このようにウクライナ軍は自分で保有していたドローンや国民から供与された民生用ドローンなどの他に、支援する各国から供与されたドローンをフルに活用してロシア軍と戦っているってわけ。また、ロシア軍も偵察監視用ドローンオーラン10をウクライナに多数投入しているほか、攻撃用ドローンザラ KYD もウクライナ軍への攻撃に運用しているよ。
オーラン銃は主翼、水平尾翼、垂直尾翼があり、機種に一つのエンジンとプロペラを持つ姿がラジコンのプロペラ機に似ていて、翼長約3メートル、飛翔体重量約14キロとされ高度5000メートルまで上昇可能で、従来のドローンの電池式モーターと違い4サイクルのガソリンエンジンのため、航続距離は120から150キロとされているんだ。ウクライナ軍がこのオーラン銃を4月20日に撃墜し、分解する動画を投稿していて、それによるとエンジンは、ラジコンエンジンでは有名な日本の斎藤製作所製であり、丸ごと搭載されていたデジタル一眼レフカメラもまた日本のキャノン製だったらしいよ。ザラ KYB は中型の攻撃用ドローンで、爆薬を3キロまで搭載できて、時速130キロで30分間の飛行が可能とされ、こちらはガソリンエンジンの、オーラン銃と違い飛行音が静かなため発見されにくく、目標の真上まで飛行して垂直に落下して攻撃するものだね。ウクライナでの戦いにおいては両軍の各種のドローンが飛び交う中で、これらをいかに撃墜するかということが大きな課題となっていて、両軍ともに互いのドローンを落とし合うことに神経を注ぐ展開となりつつあるな。上空を飛行するドローンを迎撃するには、コントロールしている電波を妨害して、ドローンの機能そのものを停止させるソフトキルと呼ばれる方法と、ドローンを機関砲や対空ミサイルなどによって直接攻撃して破壊する、ハードキルと呼ばれる方法があるよ。偵察監視用ドローンによって居場所を察知された場合、その場所に対してミサイルやロケット、野砲の攻撃を受けることになるため、発見次第直ちにその機能を停止しておかなければならないんだけど、偵察監視用ドローンは小型のものが多く、機関砲などでは標準が合わせにくく、高価な対空ミサイルを使用するのは費用対効果の点で釣り合わないんだよね。そのために、小型の監視偵察ドローンであれば、ジャミングなどの電波妨害で、機能停止させるソフトキルでの迎撃が適しているってわけだな。それに対して、中型から大型の攻撃ドローンの場合は直上に到達されてしまうと厄介なので、レーダーで探知したら対空機関砲や対空ミサイルなどを用いる、ハードキルで迎撃し破壊するのが効果的とされているよ。このようなウクライナ軍とロシア軍によるドローンの落とし合いによって、両軍が保有するドローン損耗は激しく、その補充をいかに素早く実行するかが、今後の戦況を左右する一つの鍵となるとして指摘されているぜ。この戦争においてはドローンによる攻撃の成果ばかりが注目されており、軍事専門家の中には安価なドローンはゲームチェンジャーとして今後も活用されることになり、高価な戦車や戦闘機は不要となるとの極端な意見が散見されているんだけど、ドローンの活躍はあくまで戦場の一部分であり、双方とも実際に敵に大きな被害を与えているのは、目視で戦果を確認できる有人航空機による空爆や、敵の歩兵を殲滅して地域を制圧する地上の戦車であるとの指摘があるよ。実際にウクライナのゼレンスキー大統領が供与を望んでいる兵器は、榴弾砲多連装ロケット装甲車戦車防空システム、戦闘機などで、全て従来からの大型兵器だからな。東部ドンバス地方において壮絶な遠距離砲撃戦が展開される中、ロシアはウクライナの10倍の数の砲弾を撃ち込んでいるとされ、それによってウクライナ軍に多大な死傷者が生じているとして、ゼレンスキー大統領は多数の榴弾砲弾の供与を願っており、そのことからも大型兵器は不要で、ドローンだけで勝利できるとする見方は的外れと言えるかもね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は、歴史上最も短かった戦争について解説するよ。戦争といえば一度始まってしまうとなかなか収まらず、長い期間にわたって続いているイメージがあるよね。アメリカとソ連の冷戦のように、直接の戦火を交えなくても、代理戦争や情報戦争、情報活動など、戦争にもありとあらゆるものがあるんだ。さらには国同士で戦わなくても、内戦や宗教戦争が未だに続いている国地域も多くあるんだ。しかし、歴史上最も短い戦争について調べると、戦争のイメージを覆すような、まさに文字通り歴史的なスピードで終結したんだ。その歴史的なスピードで終了した戦争は、1896年に起きたイギリス・ザンジバル戦争なんだ。その名の通り、イギリスとザンジバルという国が戦争したんだ。ザンジバルは、19世紀初頭にはインド洋に面する、アフリカの東側の海岸を支配する列強国だったんだ。しかし、ヨーロッパがアフリカへ進出してアフリカの国々を分割したり、植民地支配が始まったことをきっかけに、勢力は弱まってしまうんだ。その際に、海岸一帯を支配していた権益についても全て失ってしまい、小国となってしまったそうだよ。両国の戦争の時間はなんと40分で終了してしまったそうだよ。犠牲者は出たもののとても早い終結だね。この40分という時間はギネスにも登録されているんだ。それじゃあ戦争の発端について解説するね。
ザンジバルの当時のスルタンは、イギリスの植民地支配に協力的だったんだ。スルタンとはザンジバルの最高権力者。しかし、国内にはこれをよく思わない勢力が存在したんだ。それは、スルタンの甥のハリド・ビンバルガシュの勢力だったんだ。1896年8月25日、事件は発生した。現政権に不満のあったバルガシュが、クーデターを起こし、スルタンを殺害してしまったんだ。そして、自らが新たなスルタンを名乗ったんだ。しかし、イギリスも黙ってこれを見過ごすことはできなかったんだ。バルガシュを新たなスルタンとは認めず、別の人物、ハムード・ビン・ムハンマドを、スルタン候補として擁立したんだ。そして、ムハンマドの名前で、バルガシュにスルタンを退くことを命令したんだよ。この命令を、バルガシュが聞き入れることはなかったんだ。こうしてイギリス・ザンジバル戦争が開戦したんだよ。イギリス・ザンジバル戦争が開戦したのは、1896年8月27日午前9時。クーデターに成功したバルガシュの軍勢は、その数において、ムハンマドの軍勢を圧倒していたんだ。ムハンマドは兵力も少なく、イギリスに頼って戦争するしかなかったんだ。しかし、当時のイギリスの戦艦は最新鋭だったため圧倒的な火力を持って、バルガシュ軍の船を沈めたんだ。続いて、ザンジバルの王宮に向けて砲撃を行った結果、ザンジバルの王宮は一瞬で廃墟となってしまったそうだよ。その結果、多くの兵士が逃亡し、バルガシュ自身もドイツ領事館に逃げ込み、イギリス・ザンジバル戦争はわずか40分で終結したんだ。バルガシュ軍は約500名の死者を出し、ムハンマド軍は1人の死者も出さなかったとされているんだ。イギリス・ザンジバル戦争がスピード終結したのは、バルガシュが兵力で上回っていた慢心と、イギリスとの海軍力にあまりに差があったからかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。